今日はですね、ノーベル賞ネタで行ってみたいと思います。今続々と発表されているノーベル賞なんですけれども、まずですね、発表されたのが、ノーベル医学生理学賞ですね。医学の分野でですね、花々しい成果を上げた方々にですね、贈られる賞なわけですけれども、なんとですね、今回2人受賞しましたけれども、こちらの2人はですね、マイクロ RNA というものに関してですね、それを発見した人たちですね。以前ですね、 人ゲノム全解析、今から24年ぐらい前ですかね。DNA シーケンサー、ーそれでですね、まあ、飛躍的に DNA の読み取り性能が上がりまして、それでですね、人ゲノムの全解析がなされたと。で、その時はですね、本当に、本当7、8割がですね、ジャンクと言われる、何のタンパク質も行動してない遺伝配列があって、なんじゃこらっていう話になったわけですけれども、実はですね、この、 ジャンクと言われていた DNA の部分で作られる、ちゃんとしたメッセンジャー RNA にならない部分がたくさんあったわけですけれども、こちらの方もですね、実は細胞の中で非常に重要な動きをしていたということがわかったんですね。一般的にマイクロ RNA というのはですね、 塩基配列でですね、数十個の塩基、100いかないぐらいの塩基で構成されている RNA のことをマイクロ RNA と言います。こちらの方がですね、タンパク質だったりとか、メッセンジャー RNA だったりとか、様々な物質に関してですね、かなり関与しているということが分かってきたと。かなり複雑系になっていると。 dna がメッセンジャー rna に転写されて、そしてリボソームというですね、細胞内消液器官でタンパク質を合成していくわけですけれども、ちゃんとしたタンパク質を合成できないんだけれども、細胞内のですね、生理現象に様々な形でですね、このマイクロ rna がですね、関与しているということが分かってまいりました。またですね、細胞が、特に幹細胞なんかがですね、大量に生成するですね、エクソソームと言われる物質がありまして、このエクソソームの中には さまざまな種類のマイクロ RNA がですね入っているというふうに言われております。一説にはですね 一つのエクソソームの中に100種類以上のですね、マイクロ RNA がですね、含まれていて、これが肝細胞がこういうのを大量に出して、周りの細胞にですね、それがくっついて、中に入っていたマイクロ RNA がですね、様々な細胞に刺激を与えたりとかですね、様々なことをやっているということも分かってきております。特に肝細胞に関して言うと、そういう働きがですね、非常に重要であるということも分かってきているということで、 このマイクロ RNA の、ね、発見というものがですね、ノーベル賞に認定されたということで、マイクロ RNA をですね、 運ぶ物質であるエクソソームなんかもこれから注目されていくんではないかなと思います。特にですね、若い人が出すこのエクソソームがですね、細胞にとって非常に細胞の活性化というんですかね、そういったものに非常に大事な役割をしているということが分かってきておりまして、こういった分野のですね、研究っていうのがこのノーベル賞受賞に伴ってさらに増えてくるんじゃないかなというふうに思います。 そしてですね、ノーベル物理学賞ですね、こちらの方もですね、非常に大事な発見についてですね、与えられるということになりまして、トロント大学の名誉教授、ヒントン教授ですね、ディープラーニングを開発した中心人物なんですけども、そのヒントン教授ら二人に、いわゆる今の生成系 AI につながるディープラーニング技術、これ論文 自体はですね2006年ぐらいに出てたらしいんですけれどもそれを飛躍的に有名にしたのがですね2012年ですかね画像認識コンテストみたいなものがあったんですけれどもそちらで圧倒的にこのトロント大学のチームがですね優勝をしてしまうんですけれどもこちらの方がですねいわゆるディープラーニング生成績 AI にもつながるディープラーニングの技術こちらのお披露目というかそれが世界的にですね大ニュースになったのがこの2012年のですねこの の画像認識コンテストだったわけですけれども、こちらに使われていたのが GPU。要はですね、大量の行列計算をやるんですけれども、もともとこれ CG 用に開発された GPU というのはですね、汎用の CPU のようなプロセッサーからですね、行列計算に特化した形で作られたのがこの GPU なんですけれども、グラフィックスをやるためのチップというふうに言われてたんですが、こちらの方、NVIDIA が開発した GPU を使ってたんですけれども、これはなんでそれを使ってたかというとですね、 様々な試行錯誤をやる場合にですね、Python みたいなですね、スクリプト言語を使うんですけれども、そちらのライブラリに Cuda っていうのがあるんですけれども、その GPU 非常に機能が複雑でですね、使いこなすの非常に大変なんですけれども、こういった人工知能の分野でですね、Python だったりとか NVIDIA のチップが使われている一番大きな理由は、この Cuda というライブラリが充実していることにあります。もともとグラフィックス用に作られたわけですけれども、今やほとんどが7、8割が AI 用の GPU、 の出荷になっているというふうに言われておりますけれどもこの NVIDIA のですね躍進を支えたのがまさにこの ヒントン教授のチームの発明ですね。ディープラーニングの発明によって、これまでできなかった、難しかった画像認識、映像認識、音声認識等がですね、できるようになって、さらにですね、Google の AI のチームがですね、トランスフォーマーという生成系 AI の元になるですね、GPT とかそういったものの元になるシステムを作り上げて、さらに AI の世界というのは大爆発を遂げていると。NVIDIA もこの CUDA を AI の皆さんがですね、使ったことが、ヒントン教授のチームが使ったことが そういことによってですね、NVIDIA のシェアが飛躍的に広がったというところもあります。もともとグラフィックス用ね、CG の処理用に使われてた GPU がですね、AI に使えるということが分かって、NVIDIA の業績もめちゃくちゃ伸びてですね、株価もね、時価総額もめちゃくちゃ伸びてると。そういったことに関してですね、やはりその、ね、ノーベル賞ってのは、 やはり世の中にどれだけの効果が、どれだけのですね、ベネフィットを与えているのか、こういったところも審査基準になるということなので、今回ね、生成系 AI、そしてマイクロ RNA、こういった最先端の技術が認められている、やっぱりさすがノーベル賞だなっていうふうに思いましたということで、今日はノーベル賞の解説でございました。いってらっしゃい。